皆様こんにちは、政調会長を拝命いたしました衆議院議員の岡本光成です。今日皆様お集まりいただきましてありがとうございます。それでは、衆議院選挙に向けた重点政策、いわゆるマニフェストについて、ご説明をさせていただきたいと思います。まずこの皆様のお手元にある表紙紙で、ご覧になっていただきますと、希望の未来は実現できるとありますが、まあ、それぞれ多様な価値観をお持ちで、お一人お一人が将来に向けていろんな夢をお持ちの中で、なかなか努力をしても実現できないんではないかという閉塞感がまだ漂っているのも事実だと思います。それを政治のリーダーシップと、そしてお一人お一人を応援できるような形を実現することによって、今後の明るい未来をお一人お一人実現できると確信をしながら努力をいただけるような環境を進めていきたいと思っています。皆さんお時間もそれぞれ詰まっていらっしゃるかもしれませんので、それぞれの大きな項目と特に特段強調させていただきたいところだけご説明申し上げたいと思います。ページ開いていただきまして、一番やはり今回の衆議院選挙問われているのは、どの政党が、そしてどの政治家が政治改革を断行でき、そしてクリーンな政治の実現へとしっかりとリードしていけるのかということだと思います。この政治と金の問題については、さまざま記者の皆さんにも今までご説明ご報告させていただいておりましたけれども、とりわけですね、今回の衆議院選挙で政策活動費、これについては透明性の確保ではなくて廃止をするということを党のマニフェストに掲げさせていただきます。公明党は政党が個人の政治家にお金を渡すという、このいわゆる政策活動費、一度も使ったことがありませんので、私たちにはこれは無用のものですけれども、これをしっかりと廃止をするということを目指してまいります。もう一つ、これまでも議論が重ねてこられた旧文通費ですけれども、その使途の内容を明確化をし、公開をし、未使用分に関しては国庫に返納する、ここについてはこれまでもしっかりと議論してきましたが、いつまでにやるかという日付が切られておりません。従いまして、遅くとも来年の通常国会までにこれを実現するということを目指していきたいということが、まずはじめにこのクリーンな政治の実現の中で強調させていただきたいと思います。中をご覧になっていただきますと、大きな6つの項目に柱立てをしておりますので、それぞれその項目と特に皆様に強調したいことをご説明を申し上げます。1点目は、物価高克服へ暮らしを守る所得向上ですけれども、現状は皆さんご案内の通りです。とりわけですね、賃金の上昇を見てきておりますけれども、その上昇が物価の上昇に追いついてない世帯、または働きたくても働けない世帯、ここはしっかりとセーフティーネットを機能させなければいけませんので、低所得世帯やそして低年金世帯の給付、これをしっかりと実現をしていく。加えまして、国民皆様が電気そしてガスはお使いです。加えましてガソリン等の燃料費、これもですね、今支援を行っておりますけれども、電気ガスに関しましては10月で切れます。またガソリンに関しましても年末ぐらいまでということですから、これ国民生活全員の方がご利用の、特に電気ガスについては今後も継続していくような支援ということを実現したいと思っています。またですね、最低賃金の継続的な引き上げ、これから5年以内に全国加重平均1500円を目指そうということをしています。これ何が大切かというとですね、私が議員になった時の東京の最低賃金850円でした。今年1153円で、もちろんその目的は最も低所得層の方々を底上げするんですけれども、実は中間所得層の賃金も上昇する相関係数があるのが大事なんですね。これ最低賃金だけ上がって、その他の方が変わらないと賃金逆転してしまいます。そんな経済構造は成り立たないので、最低賃金を上げることによって、例えば給料20万円の方を25万円に、25万円の方を30万円に、低所得層を上げることによって全体の中間所得層を右に、より高い賃金に上げていくという政治が関われる最大のこの手段というのが最低賃金ですので、これを確実に上げていきたいというふうに思っています。ただその時に、お隣の韓国が1年間で 20% ぐらい最低賃金を上げて、倒産が最大になり失業率が上がったような、そういう歴史も認識してますので、中小企業を守っていくのはセーフティーネットも同時に張っていきたいと思っています。
2つ目の大きな柱は、子どもの幸せが最優先の社会へ、公教育の再生、子育て支援の充実ですけれども、今までの教育素晴らしかったと思いますけれども、社会が変わっています。お子さん方のニーズも変わっています。それに対応して公教育をさらにバージョンアップしていくということが求められているタイミングではないかと思ってまして、みんなが同じ教育を受けるから、一人一人のお子さん方に光を当てたような教育に改善をしていきたいと思っています。例えばですね、午前中は皆さんで授業を受けていただいて基本的な知識を学ぶけれども、午後はある意味選択制になり、その分野をさらに授業として受けたい人にはその授業をさらに深掘りしたようなところ、または文化やスポーツをもっと広げていきたいと思っているお子さんはそこを選択していけるような、ある意味一人一人のお子さんのニーズに合ったような教育に変えていきたいというふうに思っています。3本目の柱は、健康、命を守る高齢者支援ですけれども、ウェルビーイングの向上というのが SDGs のその先にはウェルビーイングの向上というのが来るのではないかというふうに私たち思ってますけれども、ご高齢の方が元気であることはすごく重要だというふうに思っておりまして、その中でも特にですね、最近例えば70代になってもお元気な方たくさんいらっしゃいます。そして社会と接して自分の役割が欲しいと思ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるので、その方に合わせたようなペースで仕事ができるような環境を作っていく。今人手不足が空前の状況になってますので、例えばご高齢の方でお元気な方、週に3回だけ働けるような職場、例えば午前中だけ働けるような職場、非常に求められていて、そういう形で求人したいという中小企業の方もたくさんいらっしゃいますので、それをマッチングしていくような形、そしてその仕事に就くまでに今のスキルでは不十分という方もいらっしゃいます。ですから就職する前にリスキリングのトレーニングを受けていただくようなこともして、全体としてちゃんとお一人お一人に光を当てたようなコンサルティングをやって、ワンストップでそのご高齢の方が自分のペースで働けるような仕事、これも最低賃金が払われたとしてもですね、週に3回働くと月12、3万ぐらいの手取りになるんじゃないでしょうか。午前中だけ働いたとしても、最低賃金で仮にあったとしても7、8万円ぐらいの手取り、年金以外に10万円前後の所得があると生活のゆとりは全く別次元になってきますので、そのこともしっかりと後押しをしていきたいと思っています。4番目に、安心安全の防災大国ですけれども、まずやはり一丁目一番地は能登半島地震、そして今回の豪雨から今も苦しんでいらっしゃる被災者の方々にしっかりと支援をしていく。これ能登半島地震の時も予備費を活用いたしましたけれども、今回の豪雨でも先週の金曜日に予備費をさらに活用して、この豪雨被災で今苦しまれている方々に対して対応するようにという総理のご指示も出ておりますけれども、ここをしっかりと体系立って今の復旧を実現するとともに、復興に関しても防災の中では一番大切なやるべき仕事として居続けていきたいというふうに思っています。加えましてですね、雨の降り方が尋常じゃなくなってきています。また首都直下も大変高い確率で今後起こることが予想されておりますので、これまで8年間で22兆円の防災対策やってきましたけれども、それを引き継ぐ形で今後5年間で20兆円規模の実施計画、中期の実施計画を今年度内に策定いたしまして、継続的に政治家のやはり最大の使命は国民の皆さんの命と生活を守ることですので、防災減災に対して特に災害に対して大きな不安を抱いていらっしゃる国民の皆様多くいらっしゃいますから、これをさらに強固な形で実施をしていくということをお約束させていただいております。5番目は、活力のある地域づくり、特に地方の活力が大切ですから、なかなか人手不足の中で地域公共交通がままならないところに関して IT の力も使いながらやっていくのと同時に、インバウンドの流れは大きく来ておりまして、これをさらに地方誘客に結びつく、加えてですね、あえて言えばこれまでインバウンドの人数を目標としておりましたけれども、やはり消費金額がより重要でありまして、地域地方において消費金額が
最大化していくような全体最適の政策というのを前に進めていきたいと思っております。特に地方ではですね、農林水産業、第一産業に従事される方が非常に多いです。で、ここをさらに後押ししたいと思っていて、若い皆さんが地域に移住されるような、地方に移住されるような事案も件数も増えてきました。皆さんご存知の通り、農業や林業とデジタル IT はものすごい相性がいいんですね。農業先進国のオランダにおいては、もうほとんど IT 技術者が農業のリーダーとなっているようなケースも多くあって、ですから若い世代がこの付加価値が高くて儲かる農林水産業に従事していただけるように、 IT との融合というのももっと政治の力で推し進めていきたいというふうに思っています。加えまして、国民一人一人の食料安全保障の確立、まあ、米がないなんていうことが本当に起こってしまうようなことがないように、食料安全保障の観点からも農林水産業を支援していきたいと思っています。最後6番目の大きな柱が国際社会の平和と安定なんですけれども、これは特に多国間での安全保障の対話をする枠組みを日本がリードしてもっと広めていきたいと思ってるんですね。アジアにおいてもとりわけそれが重要で、同じような価値観、法の支配であったり人権であったりということの同じような価値観を有している国々としっかりと団結をしながら、それ以外の国々にも参加をしていただいて、常に対話ができて、どんな問題が起きても対話の中で解決できるような枠組み作りをやっていきたいというふうに思っています。石破総理がおっしゃっているようなアジア版 NATO につきましては、もう自民党さんもご認識の通り、どういう目的かというと、その目的はアジアにおける紛争を未然に防いでいくということが目的ですので、その目的私たちも共有をしております。ただ手段としていわゆる NATO となると、集団的自衛権ということは憲法上無理です。集団安全保障について議論をしたときに、もう現状の憲法で許容できるギリギリのところまで、つまり日本においては個別的自衛権の発動だけれども、国際法の中では集団的自衛権とみなされるようなところまで、憲法で許容できるギリギリのところまで法制化して今やってることになっておりますので、フルスペックの集団的自衛権となるともう憲法改正しなければできませんので、ただ石破総理、石破総裁がおっしゃっているのも、手段としてはいろんな形があるけども、目的は私たち共有してるんですね。このアジア地域での紛争の未然の解決をしていくということなので、そのための枠組み作りということはしていきたいと思っておりますし、核兵器のない世界の実現というのは我が党のある意味党是でもあります。従いまして、国是であります非核三原則はしっかりと堅持をした上で、核禁条約、核兵器禁止条約に関しましては、核兵器保有国と非保有国の橋渡しをするその責任と役割は唯一の戦争被爆国である日本にあると思ってますので、今までも賢人会議等を推進してきましたけれども、私たち今まで党として核禁条約にはですね、この締約国会議にはオブザーバーとして党から代表を送っていますけれども、これからは日本政府としてこの締約国会議にオブザーバーをしっかりと参加をしていただいて、そして実現に向けて後押しをしていくような役割をしっかりと前に進めていきたいと思っています。この6つの大きな柱の後に、女性の活躍の応援、そして安心の確保と、若者が希望を持てる社会へという別立てにしてますけれども、これはですね、多様性を尊重する日本をさらに前に進めていくための役割を公明党が担っていきたいということでして、あまりにも男社会です。これじゃあ全部が女性でいいかというそういう趣旨ではなくて、やはりいろんな方々が政策を決定するプロセスにも、しかも社会をリードするその役割の中にもいろんな方がいらっしゃるからこそ、多様性の中で違った価値観の議論ができて、結果的に良い方向に進むことができるということですので、女性と若者がより多くこの意思決定のプロセスの中に参加していただくことによって、多様性が進むという意味で2つ特出して書かせさせていただいております。最後のページにですね、衆院選政策集ということで、大きく、この紙にまとめたものよりもさらに多くの
さらに分散をされたような政策についてもまとめさせていただいております。ここに QR コード載ってますけれども、今アクセスしていただいてもまだこれアクセスできませんけれども、今週中には全てアップする予定ですので、不明な点はぜひご覧をいただければと思います。以上です。それではご質問のある方お願いいたします。事実通信社の佐野です。基本的なことで恐縮なんですけれども、今発表があったその重点政策の、位置づけなんですけれども、これはいわゆる衆院選の公約と捉えて良いのかどうかという点と、あとその当面する重要政治課題として日本国憲法についてというところがあると思うんですが、それについてどういう状況になっているのかお聞かせいただければと思います。ありがとうございます。1点目はご指摘の通りで、これが衆議院選挙の政権重要政策でありマニフェスト、お約束ということでご認識通りです。2点目の憲法につきましては、党内で議論は集約しておりまして、とにかく憲法審査会を適切に開いていただき、党全派でご議論いただきたいと思っていますけれども、今最も議論となっておりますのは緊急事態条項、衆議院の任期、もし大きな震災災害等が起きたときに衆議院がちゃんと機能するように、そこについてという議論があります。一方でそういう時のために参議院は存在しているんだという議論もあります。これそれぞれに十分大切な論点ですので、憲法審査会の中で十分にご議論をいただいて、できれば全党全会派が合意をできるような形で憲法改正についてもより良い憲法にしていくために前向きに進めていきたいと考えています。その他ございますか。NHK の青木です。今の憲法のところで今週公表していただくところで表現なんですが、9条例えばその前回の参議院選では9条は多くの国民は違憲の存在とは自衛隊違憲の存在とは見なしていないと、引き続き検討を進めてまいりますという表現を書いていただいているんですけど、ここの表現が変わることっていうのはありえますか。いえ、前回と一緒で、これ自衛隊の存在に関しては9条に自衛隊という言葉が限定されていなくても国民の皆さんの中では認識をされ、そして信頼も集めています。一方で自衛隊の皆さんの存在をしっかりと、明確に示していくということがもし必要であればですね、必ずしも9条の中に書き込まなくてもその同様の目的は実現できる可能性もありますので、そこの議論は進めていきたいと思っておりますが、前回の考え方からは変わっておりません。その他ございますか。じゃあ、すみません、少し広い話をお聞きしたいんですけれども、今回必ずしもその公明党の普段から支持されていない方々にも、訴えというのが結構重要になってくると思うんですけれども、そういう方々に向けてこの公約を通して訴えていきたいことっていうのを一言お願いします。ありがとうございます。やはりですね、今回問われているのはクリーンな政治、これ公明党の原点ですから、しかも大衆とともにという哲学を持ってこれまでも政治腐敗と戦ってきたのが公明党の歴史ですから、そのことをしっかりとこれまでやってきたことをお訴えをしながら、今後実現することに関してちょっとあやふやになっている政策活動費に関してしっかり廃止をするということと、ちょっとあやふやになっている旧文通費に関してちゃんと日付を入れてそこまでに実現していくことを目指すということをしっかりとまずお訴えをしたいということと、やはりいくつかの重点政策、まんべんなくご説明申し上げましたが、大きく分けて国民の皆さんが不安に思ってらっしゃって政治に期待していることって私は3つあると思ってるんですね。一つは景気経済、特に物価高の中でどのように生活を守っていくことができるかというポイント、先ほどご説明させてあげた通りです。二つ目にはやっぱり災害に対する備え、ここも先ほど申し上げた通りですけれども、特に強調させていただきたいと思っているんです。で、最後が福祉、この福祉というのは全世代型社会保障で、我が党のモットーは大衆福祉の公明党ですから、福祉というと高齢者の年金介護医療というふうに誤解されることも多いんですが、子どもの福祉もあります。であるからこそ今月から始まった児童手当の大幅な拡充、これ公明党が主導してきてやったわけですけれども、お子さん型の福祉、また若い働く世代の福祉、子育て世代の福祉、全世代型の福祉を
前に進めていく、まあ、クリーンな政治を必ず実現して前に進めていく、そのリーダーとして公明党が働いていくということと、物価を中心とした経済対策、しっかりと経済を前に進めていく、防災減災を柱としていくということと、全世代型社会保障をした福祉の党ということを前面に打ち出していくような訴えをさせていただきたいと思います。その他ございますか。じゃあ前に、じゃあ毎日さん、すいません、毎日新聞の間口です。政治改革の部分なんですけれども、今もおっしゃってましたが、旧文通費について期限を区切ったと、これ来年の通常国会までに改正を目指すという、そこにした理由とですね、あとこの旧文通費2年以上棚ざらしというか進まなかった現状をどのように捉えておられるのかというのをお願いします。2年以上議論が進まなかったのは、さまざまな議論がありますけれども、やはり政治家として議論を集約させることができなかった、まあ、全員、私たちも全員に責任があると思っているんですけれども、なんで合意できなかったかという意見はいろいろあります。例えばその使い道として何が認められるかということが全党派で合意できない中ではできない、いろんな理由あるんですけども、事実は2年間も棚ざらしなんですね。なのでゴールを決めていくことによって、その意見を集約をしながら問題点について全員が合意できるような土俵に乗るというのが大切だというふうに思っていまして、今年の終わりでもですね、私たちはできると思ってますけれども、意見を集約して合意形成するとなると、例えば衆議院選が終わった後に召集される年末までの国会でできるかというと、必ずしも時間が十分ではありません。かといって、あと何年もかけていいほど国民の皆さんの目線というのはそんなに甘いもんではなくて、政治に対する期待の一番前に進めるべきこととして旧文通費上がってますから、その意味で来年の通常国会ということを一つ、遅くともそこまでと。ただ、衆議院選挙が終わった後召集される国会で、このことも私たちから問題提起させていただきます。それで集約ができなかったときには、来年の通常国会までということをお尻に置かせていただいたという状況です。朝日新聞の川辺です。物価高対策のところにでお伺いしたいんですけども、政府は電気ガス料金ガソリン その燃料費への支援については、年末までというふうに、やっていて、でその後石破総理が指示したその総合経済対策でそこを延長するかどうかが焦点になっているわけですけれども、公明党さんとしてはこれを支援を、続けていくという方針なのかなと思うんですけども、具体的にいつまで、どのタイミングでじゃあその支援をやめるのかというところ、今後どういうふうに自民党に訴えかけていくのかお伺いします。ありがとうございます。正確に言いますとですね、ガス電気は10月で支援が切れます。でガソリン等の燃油に関しましては今年の年末をめどにということですので、そういう状況なんですね。それで私たちはですね、今の経済状況全般、例えば原油が落ち着いてますけれども必ずしも安くなっていない、または為替が円安、今日149円ぐらいまでいて、要は輸入コストがエネルギーに関して高くなって、何も補助がなければ最終ユーザーである国民の皆さん、生活者が大変大きな負担になっていく。夏は猛暑対策でしたけれども、冬も大変厳しい寒さになっていきますので、電気ガスについてはほとんど全ての国民の皆様が使われるインフラですので、支援を続けていくことが必要だというふうに思ってるんですね。ガソリンや地方、特に東北や北海道については夏の冬の防寒がですね、エアコンということではなくて灯油を使ったような防寒してるわけですから、そこの燃料費も重要だというふうに思っていて、これはですね、総理が先週の金曜日に経済対策をまとめるようにというご指示を出されました。私たちもその議論の中に入っています。多分11月の半ばぐらいに閣議決定されることを目指して、今各省庁がどのような経済対策を打つべきかということを考え始めていると思いますけれども、その議論の中に、選挙中ではありますけれども大切だと思ってますので、私たちも議論を各役所政府と進めておりまして、その中でしっかり議論をして、経済対策が打たれますとその財政的な裏打ちとされる補正予算が組まれてますので、その補正予算につなげていきたいと。ですから今の経済対策のご指示の中で、私たちが今この重点政策で訴えているもの、
に関してしっかり形にしていくということを目指して今取り組んでいるところです。少なくとも電気ガスそしてガソリン等については年が明けた後もしばらくの間、先ほど申し上げましたような原油や為替または日本全体の経済環境が好転していくまでは続けていくことが必要だというふうに思っています。今の時点ではその具体的にいつまでとかっていうのは示さず、今後も支援を続けていくっていうことを公明党としては訴え続けるということでよろしいですか。はい、要は支援を再開したらいつまでやっていくかって話ですよね。それは決めてません。なぜならばより例えば原油価格が高騰とか考えたくないですが為替がさらに円安とかになるとさらに厳しくなりますからそこで終了とはならないと思いますので経済状況を見ながらまたは生活者の方々の現状を見ながらですねどこまでやっていくかっていう時はその時に適切に判断していくということだと思います。その共同通信の中西です。政策活動費の廃止と旧文通費改革の期限についてなんですけれどもこれ党大会で打ち出した重要政策の際には入ってなかったと思うんですけれども、先週の連立政権合意の場で打ち出されたものだと思います。で このここへ来て急遽持ち出した意味合いというかどういった判断で急遽入れることになったのかというところを教えてください。これ私たちの党大会の前日に自民党の代表選が行われました。それまではですね連日合意の中に入っている、政策活動費については最大に透明化を図っていくというようなことでしたけれども自民党の総裁選の中で9人の候補者のうち多くの方が、私が認識しているだけでも少なくとも4人の方がその中には元幹事長もいらっしゃってが廃止を訴えられました。率直に考えますと総裁選の前にもっと早く言ってほしかったなと思いますけれどもそれまで言ってらっしゃらなかった中で総裁選で訴えられて実際に最大の金額を政策活動費と作っていらっしゃった自民党の主要な方々がそうおっしゃってるんであればこれはしっかりとそれが私たち使ったことがないのでわからないんですね。だから透明化使うんで必要であればしっかりと公開してくださいということを要請しておりましたけれどもいらないとおっしゃってるんであればそれはいらないんでしょうということで、そのタイミングで判断させていただき、そして連立合意を結ぶときにもその旨をちゃんと要請をし自民党さんにもご決断をいただくような要請をしておりますけれどももしご決断に時間がかかるようだったら私たちはいらないということを判断させていただきましたのでこのマニフェストの中でしっかりと訴えて実現を目指していきますということもお伝えをしておりますので、そういう、経過の中でこのタイミングで宣言させていただくことになったということです。じゃあすいません時事通信社の真田です。今のところにも絡むんですけれども石井代表はかねてその政策活動費についての配信については自民党との共通公約にこう入れたいというお話もされたと思うんですけれどもその自民党と の共通公約 この作成のスケジュール感とかですね、そのどういった内容を盛り込みたいのかという現時点のお考えがあればお願いします。このことについてはもう、先日の政権、合意をするときからですねその場でも西田幹事長の方から自民党さんに要望させていただいてますので自民党さんがご決断をいただけるのであれば与党の政権公約としてお訴えできるというふうに思ってますけれどももし自民党さんがそこまで時間的な猶予がなくてご決断いただけないとなれば私たちは一つの個別の政党として比例区も戦っていくわけですから私たちの政権私たちの公約としてしっかりと訴えさせていきたいというふうに思っています。政権後はいなんで、自公 の公約としてそれまでに自民党さんの中で政策活動費の廃止ということをご決断いただければ与党の、政策として、しっかりと訴えていきたいと思いますしそこまでのタイミングでご決断が難しいようなことであれば公明党独自の約束政策として訴えさせていきたいと思っています。
食べたりすいません。ありがとうございました。そもそも共通制約政策そのもの自体のこう作成のスケジュール、まあ、いつまでに作成するとかっていうのは大体こうスケジュール感っていうのも、まあ、見えてるんでしょうか。まだそこは約束はできておりません。その他ございますか。よろしいでしょうか。はい、それでは以上で、重点政策の、発表会見を終わらせていただきます。